演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。井村屋のすまんというものを食べたいと思います。はい、これ見た感じ普通の中華まんですけど、何がすまんなのかというと、この通り、そう、中に何も入ってないんですよね。なので何も入っていなくて、すまんという意味と、あ、見えてた、すまんという意味と、酢の皮だけの酢の、ま、中華まんということで、この2つ合わせてダブルミーニングが出るんですね。なのでここにお好みの具材を入れるのは難しいんですけど、挟んだりして楽しむという食べ方もありますし、もうそのまま食べちゃうのもありですね。ではいただきます。いや、そこまで謝罪するほどのことでもないと思うけど、十分美味しいし、あー、でもやっぱり物足りなさはあるかな。いつもは具材の味に気を取られて気づかなかった皮のほんのり甘みのある食感と味が口の中に広がっていて、とても美味しかったです。ただやっぱりちょっと物足りないかなって思う部分はどうしても出てしまいましたね。なので中華まんの皮だけ食べたい方っていう方にはぜひおすすめできますが、そんな方いるかな。まあ、これだけシンプルな甘さがあると、ちょっと塩気のあるものとかも入れても美味しそうですね。まあ結構肉まんとかそういう系ですしね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。皮でも美味しい有名な中華まん、それでは桜かな、7日過ぎれば卒業式。確かに桜の季節ではありますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。